セランディアは、かつてデンマークのイースト・エイジアティックラインなどが運行していた、過客船で、事実上世界最初の公用型ディーゼル船であった。幾多の転籍及び海名と、世界情勢の成り行きの末に、日本の要船となって運航されたが、太平洋戦争初期に、海難事故で失われた。船名の、セランディアとは、シェラン島をラテン語読みしたものである。 セランディアは、スカンジナビア半島からジェノバ及びバンコクに航路を開設していたイーストエイジアティックラインが、航路の定期船として、コッペンハーゲンのバーマイスターウェインゾー船所で1910年に寄港し、1911年11月4日に浸水して、翌1912年2月に竣工した。イーバルヌード船。 イーバル・ニュードソン1861から1920をチーフとする B&W 社技術人は、ルドルフ・ディーゼル特許による、白用ディーゼル機関の実用開発を進めていた。ディーゼル機関は、1900年代から小型船舶への試験的導入は始まっていたものの、5000トンクラスの可客船にディーゼル機関を用いる試みは1910年代初頭では、 極めて先鋭的な試みであった。イーストエイジアティックは、この時期、セランディアと同級の蒸気化客船を複数建造、就航させており、セランディア建造は、ディーゼル機関搭載のパイロット船として提案された、企画であった。B&W は、当初、短期で 2500HP クラスを発生する、大型ディーゼル機関を開発し、 これをセランディアに搭載する計画であったが、開発はうまくいかず、建造の知恵に苛立ったイーストエージアティックが B&W に白用ディーゼル機関が作れないなら、通常のレシプロ蒸気船として浸航させようと迫ったという逸話もある。結局、予定の半分の 1250HP9 エンジンに寄搭載、ツインスクリュープロペラで必要な出力を確保する事前策が取られ、 セランディアは予定通りにディーゼル船として巡航した。新たに開発された B&W 製エンジン DM8150X のスペックは4、ストローク直列8気筒単動式、ボア、ストロークイコール 530mm730mm、mm、でクロスヘッドを介してクランクを駆動、定格出力 912kW145rpm で、 減速機を介さず、各エンジンごとに直接独立したスクリュープロペラを駆動した。この時代のディーゼルエンジン技術の制約から、まだ無機噴射ではなく、圧縮空気式燃料噴射を用いるなど、全体に当時の技術水準に見合った堅実な設計であったが、船舶用らしく更新時に対応して、逆回転可能な仕様とされた。このエンジンは、 後年の白用ディーゼル機関に比べれば、出力対応石は大きかったものの十分な信頼性を示し、この船の30年間にわたる運航機関を通じて最後まで用いられ続けた。900トンの重要燃料として搭載できたが、コッペンハーゲンからバンコクへの諸女航海で消費した重油燃料は800トンに過ぎず、途中燃料無補給で片道航海を達成した。 石炭滝のレシプロ蒸気船に比して高い優位性を示した。グレードの高い重油燃料の供給が必要という制約条件はあったが、セランディアの燃費は格段に優れており、以後、商船、軍艦を問わず白用ディーゼル機関の広範な普及に宣弁をつけた。従前のほとんどの動力船が蒸気ボイラーを原動力とし鮮明に 蒸気船スティームシップを意味する略称の SS を冠していた20世紀初頭ディーゼル機関搭載によって発動機船モーターシップを意味する略称 MS を冠した大型船となったことでも象徴的な存在である。また、高圧蒸気をボイラーから供給できる蒸気船と違い、ディーゼル船は蒸気圧を補助動力駆動に使えないことから、 シーメンス製電動ウィンチの搭載など機器類の電動化が図られており、補助動力電源の発電用に 184kW250hp の補助ディーゼルエンジンも搭載された。セランディアは蒸気船のような煙突を持たない当時としては特徴的な外観の船であり、後部マストを通じて廃棄していた。20名。 内市26名のファーストクラスのための客室が用意され、トイレとバスタブが備え付けられており、その設備の豪華さについては、主客室に付属している、使用人向けのキャビンですら豪華であったと称された。実際、バンコクへの諸女公会では、コッペンハーゲンからヘルシンゲルまでの間とはいえ、クリスチャン皇太子をはじめとするデンマーク王国の諸皇が乗船した。ロンドンに帰港した際には、 海軍関係者をはじめとして造船業界、海運業界からの見学者がセランディアを見学し、当時海軍大臣のウィンストン・チャーチルがアントウェルペンまで海軍本部職員を便乗させるよう要求した。白用ディーゼル機関を搭載した最先端の大型船として、いかに注目される存在であったかを物語る逸話である。1931年には、 香港を訪問するシャム国王ラーマ7世を乗せている。大価なく定期航路に就航し続けたセランディアは1932年にファーストクラス店員を40名に拡充してサンフランシスコと東アジアの航路に転じる。ついで1936年にはノルウェーの船会社に売却されてノルズマンと改名しパナマ船籍となる。 さらに1940年10月には、フィンランドアメリカラインに転売されて、トルナトールと改名し、フィンランドとアジア間の航路に就航した。1941年3月、トルナトールは、鋼材と紙を搭載し、パナマ運河経由で5月に横浜港に到着する。トルナトールをもって、日本とフィンランド間の定期航路を開設する計画もあったが、横浜を出港する。 間際の6月26日に継続戦争が勃発して帰国不能となってしまった。トルナドールは日本の手で運行されることとなり、8月16日付で帝国船舶に雇い入れされ、引き続き従来の乗組員を乗せて山下汽船の委託船として運行を続けた。1942年1月、トルナドールは石炭を積んで、 チンタを出港して川崎に向かったが1月25日午前にお前崎東方で進路を誤って座礁した乗組委員は全員無事に救助され日本サルベージの技師が派遣されて辞書が試みられたが折からの試験により1月30日頃には船体が折れて船首が海中に没し結局船体は放棄となったイーストエイジアティックラインは 初代のセランディアを売却した後、1938年に同名の二代目船を建造して1962年まで就航させ、1972年には三代目のセランディアを建造したが、三代目は1994年に除籍後アメリカ海軍に購入されて、車両輸送艦ジリランドとなった。会社組織も幾多の変遷を経て、 後継の EMS 社によって4代目のセランディアが就航している。竣工からちょうど100年経った2012年2月、デンマークの開示ジャーナリストであるアンダー・アスリスによって、セランディア世界最初の公用型ディーゼル船が、フォーラゲットのオーチラス社出版された。240ページにわたる、この本は、バーマイスターウェインによるディーゼルエンジンの開発に関する記述を中心に書かれ、 英語版とデンマーク語版がある。また、エグゼクティブプロデューサーのアンダースディロフ、映像作家ミハイル・シミット・オルセンによってセランディアを扱った世界を変えた船と題する60分間のドキュメンタリーがクロマフィルムで制作され、春工100年の2012年2月17日に公開された。1996年にセランディアが 世界最初の紅葉型ディーゼル船を称することについての異論が出された。ようやくすれば、オランダで建造されたブルカヌスは、セランディアより2年早い1910年に竣工し、ブルカヌスこそが世界最初の紅葉型ディーゼル船であるというものであり、確かに種類さえ問わなければ、ブルカヌスが世界最初であろうが、セランディアが、 諸女公開を行った時点で、当時最大の紅葉型ディーゼル船だったことは確かで、ある。また、セランディアが、世界最初の紅葉型ディーゼル船の称号を得るに、至ったゆえんは、行使成績が良かったことにも起因する。ありがとうございます。